こんにちは。タロット占い師のアポロです。ウィザードリーセブン、ガーディアの宝珠、実況プレイ、72回目、始めます。占いのご依頼を常時お受けしております。興味のある方は、アポロのタロット占いで検索してください。初めての方は、まずは無料占いでお試しください。無料占いといっても、AI とかボットが占ってくれるようなコンピューター占いではありません。生身の人間、私、タロット占い師アポロ本人が占う本物のタロット占いです。遠慮なくご依頼ください。はい、ということで、やっていきますよ。宣伝を挟みつつ。で、今、いるところはトラモンテンの森です。前回の続きやってきますが、前回は、ブルーミシアとかいうアイテムを入手したところでしたね。で、引き続きトラモンテンの森の中をマップを埋めていきます。この通路、道をね、道なりに進んでいけばいいかなと思うんだけど。お、誰かそうした。マンオグローブ5体、ちょっと多いな。防御、あれ？ちょっと待って。ブロック。それから、どうしようか。敵の数が多いときはなんか呪文使った方がいいのかな。普通に戦おう。忍者セリーナ意外とクリティカルヒットが出るからね。普通に戦った方がいい場合がある。で、モンクトートは、サイオニックファイヤーでいこう。3、4、5かな？こんな感じかな。で、アポロも、なんか呪文使おう。ファイヤーボム。ファイヤーボムにしよっか、どうしようか。敵を。あんまりいい呪文ないな。アシットボム。この辺がいいか。アシットボム。ちょっと強めに打っとこう。そして、で、フレイヤーは、アイテム。エンジェルズターンで、イシスも、ブレスを唱えておくと。これでいいでしょ。エンジェルズターン、ブレス。サイオニックファイヤー。火は効くはずなんだよね。うん。効いております。アシットボムはどうでしょうか。アシットも結構効くね。普通に効くね。大丈夫だ。アポロダメージ。フレイヤー。お、避けた。ヌアーツァ、避けた。セリーナ、避けた。よし。うん、いい感じです。もう防御しなくて大丈夫かな？戦ってみよう。戦う、蹴る。アポロは隠れて。で、もう一回、エンジェルズターンを使ってみよう。デイシスは、ファイアボールとか、やってきますか。棒を突き刺して弱い。とうとう当たらない。ファイヤーボールでとりあえずダメージ。アポロは隠れて3のダメージ。いいですね。効いてます効いてます。
もう敵の攻撃がほとんど当たらなくなってるね。ブレスがちゃんと効いてる。お、なにこれ？誰がダメージ受けた？トートか？トートじゃねえ、ヌアザ。超でかいダメージ受けた、今。わ、誰だ？あ、なに、何が起こった今。ちょっと、全然、もう、誰の攻撃かよく見えないんだよな。でもまあ、戦況を見ると、ヌアザがヒットポイントを削られてるよね。で、モンク、トートも少し削られてるし、フレイヤーも削られてるし、意外とダメージ受けまくってるな。エンジェルズターンとかで防御したつもりあんま効いてないか。ここは、まあ、戦ってみよう。戦う。で、もうちょい呪文なんか使ってみようか。攻撃呪文ないですか。ポイズンガスとか効くかな、毒系は。で、もう引き続きエンジェルズターンも、重ねがけあんま効かないのかな。で、効きそうな呪文。ブレーズはあんま効かなかったっけ？でもまあ、マジックポイント余ってるから、ちょっとこれを使って。お、ヌアザー倒しました。セリーナの攻撃。トート強い。アポロポイズンガス。毒を食らった。3のダメージも与えております。ブレーズは、いいね。これで倒せるでしょう。もう倒せるでしょう。まだか。まだか。あ、倒した。あれ？まだ残ってる？敵。いたい。でも倒したね。そろそろアポロがレベルアップしそうだから、これぐらいでいけるんちゃいますか？ん？いけるかな？こう、ためがあるってことは。違う。これボタン押さなきゃいけなかった。まだ、もうちょい経験値貯めないと。じゃ少し回復作業します。はい。では、続けていきます。ちょっとアポロのステータス確認。ネクストレベルが 14,447。今ぐらいの戦闘を 2,3 回すればレベルアップするね。これは何かに遭遇した。おお、また魔王グローブ5体。さっきよりは被害を少なく済ませたいが、どうでしょうか。敵の攻撃をなんとか封じる方法ないのかな。リッチングスキンとかやってみようか。コンフュージョンとか。とりあえず、セリーナ普通に攻撃して、コンフュージョン、違う。トートはサイオニックブラストをちょっとね、強めに打ってみようか。そしてアポロがコンフュージョンどうかな、効くかな、やってみようか。あまり効きそうもないけど。でコンフュージョンは何体に効くんだっけ。コンフュージョン心の領域だっけ。マニュアルをちょっとチェックしておりますが、あった1モンスタープラスパワーレベルだから、意外と少ないんだよね。だから5体コンフュージョンさせようと思ったら、2、3、4、5、パワーレベル4で
て打たないと効かないんだよね。まあとりあえずやってみよう。でアイテム、当然ここエンジェルターンで防御固めて、で他になんかないかな。プリズミックミサイルあんま使いたくないな。できるだけ敵の攻撃を抑える系統の呪文を使いたいんだけど、この辺なんかないですか。ないね。スティンクボムが効くのか効かないのか試しにちょっとやって、効きそうもないよね。絶対効かないよね。まあ、でも 100% 効かないってことはないと思うので、これぐらいで打ってみよう。まずエンジェルターン、そしてスリーの棒を突き刺して6のダメージ、2のダメージ。アポロコンフュージョン効かない、効かない。ああ、コンフュージョンまるっきり効かず、もったいないな。サイオニックブラスト、おお効かない。スティンクボム効果ない。あー、これはもうちゃんと敵の敵の能力を獲物屋さんで調べておくべきだな。がー、被害受けてるフレイヤーは、あ、フレイヤーもダメージ受けた。あー、セリー攻撃突き刺して、やべ、さっきより全然うまくいってない、失敗した。まあでもいいや、こうやってね、肌で覚えていくのがいいでしょう。それから、サイオニックブラストは丸っきり効かなかったって痛いな。ダズリングライトってどういう呪文だろう。ちょっとこれもマニュアルで調べる。火の領域のダズリングライト。幻惑させるような光景で敵の心に様々な影響を与え、病を起こさせる。病って聞くのかな。ちょっと打ってみよう、試しに。これも試しです。で、パワーレベルプラス1だから、4で打たないといけないんだね。はい。で、確実に効きそう。あ、ブラインディングフラッシュはどうかな。あんまり効きそうもないけどやってみよう。ブラインディングフラッシュは、これももう忘れちゃったな。1モンスタープラスパワーレベルだから、パワーレベル4で打たないといけない。で、アイテム。もう一回エンジェルズターンを打っ、いや、クロマチックライヤーをちょっと使ってみよう。で、イシスは、プリズミックミサイルを撃ってみよう。これは確か、パワーレベルプラス3だったっけ？もう、これもチェック。プリズミックミサイルは、3モンスタープラスパワーレベルだから、パワーレベル2で、あ、3で、全体いけるけど、まあ、やってみよう。はい。まずアポロのブラインディングフラッシュ。効かない、効いた、効かない、効いた、効かない。クロマチックライヤー、クロマチックライヤー効いてる。そして、ダズリングライト。どうだ？効かない。効かない。効かない。全く効かない。セリーナの棒。イシスのプリズミックミサイル。全く効果なし？全く効果なしっぽいです。やばい。最初の戦闘よりも全然効果が上がってない。長引きそうだ。やばいな。もう一回防御で。セリーナひたすら戦う。そして、トートは、この領域は使えないな。ク
風紀は効かないか。スーパーマンみたいなのがあるか。スーパーマンはパワーなんとかだよね。心の領域は効かないだろうし、まあ一番効くのはやっぱり炎系なんだよね。まあちょっと呪文他になんか使いたいのってブレーズを打っておきます。ちょっと強めにね。そしてアポロが3の呪文が結構効いたような気がする。アシッドボム。これぐらい強く打っておきましょう。そして、僕はファイアーボールを打つしかないね。一番効く呪文が炎系の呪文だからね。強め打っちゃえ。そして、イシスは、ブレイズを打とう。ファイアーボール。まあ、火はね、やっぱ一番効くね。セリーナ棒を突き刺して、全然本当にちまちまやってるだけ。アシッドボム。3もまあ効くね、大体。そして、シスのブレーズ。ブレーズはどうだ？ブレーズも効くか。あ、効かない。ブレーズは効かないこともあるんだよね。いいぞ、倒してるよ、どんどん。よし、あとはもう普通に戦って倒せるでしょう。あれ、倒せなかった。あ、倒せない。そうか、3が残ってんだ。倒した。ワンザーは倒しました。まだ残ってる？バードフレイヤーがダメージ受けた程度かな。はい、モンスターを撃退した。ちょっとじゃあアイテムで。ベリーハード。ちょっと待って、HV。HV って何だろう？略？ヘビーか。ヘビーヒールかな。使う。よし、これでいいよ。じゃあ先へ進んでいきましょう。ちゃんと埋まってるかな、マップは。どっちかな。こっちは行き止まり？行き止まりじゃないのか。マップが切り替わった。ってことは先がまだありそうなので、一旦戻って、ここは多分行き止まりだよね。うわ、ウッドドライヤード、マンオグローブ。ウッドドライヤードを先になんとかしてしまいたいけど、一気にやっつけたい。呪文。ライフスティールは一番かな。ライフスティールそんな強くないんだよね、でも。それよりも、チャームとかな、この辺のなんか、敵の動きを封じるやつを使った方がいいのかな。まあ、まあでも、戦って、なんか眠らせるやつ、パラライズ、チャーム。で、エンジェルズターン。で、普通に、サイレンスどこだっけ？これか。こんな感じでいいんじゃないの？サイレンス、よし、沈黙。
ットドライアードは沈黙。チャームは効かない。フレイヤーはダメージを受けております。よし。入れ替わったか。防御。戦う。ウッドドライヤードどうしようか。戦うでいいか。で、こっちを。毒の攻撃してみようかな。ポイズンガス。ちょっと足りないかな。もう一回アイテム、エンチェルズターンで防御して、そして、なんか呪文ないですか。プレイヤーに攻撃呪文をさせた方がいいか。ファイヤーボール、さっき使ったからな。はい、ファイヤーボール。お、ウッドドライアドイ。クリティカルヒットです。首切り。残りはマンオーグローブ。敵の攻撃をいかに防ぐかだけど、結構強いから防ぎようがないんだよね。防御、攻撃、呪文。やっぱ攻撃かな。戦う。で、アポロは隠れて、隠れて。アーマーシールド。こういう作戦はどうですか？自分自身にアーマーシールド。はい。イジスは守られた。これ隠れた。毒ガス効いてます。技は避けてます。お、息の根止めた。息の根を止める攻撃。もうちょい防御いって戦う。で、なんか攻撃呪文使いたいけど、マジックポイントも少し減ってきてるな。ないか。次攻撃しよう。アイテム。クロマチックライは効くんだけど、効果がいまいちわからない。で、イシスは防御しちゃおう。回避、ガード、休息しない。あれ？回避とガード。ガードは反撃するやつか。じゃあ回避だね。これどうだ？クロマチックライが効いてます。で、棒を突き刺し、釣りの棒を突き刺して、とうとう、切りつけて倒しました。アポロはジズカスターで攻撃、倒した。いいよ。あと一体。お、トートの攻撃で倒しました。
たりしました。あ、もしかしてアポロレベルアップするんじゃない？来た。アポロはレベル13になって、バイタリティ？バイタリティだけ。まあ、バイタリティも上がってくれれば嬉しいけれども、ヒットポイントは7上がって。でも相対的に少ないんだよね、ステータス、能力値が。で、今上げなきゃいけないのは、メイス&フレイルが上がってる最中でしょ。シールドスリング投げる。投げるとか上げとこうか。なんかよくわかんないけど。ここは、ここもやるのがないな、なんか。指先技必要？必要ないでしょ？発生術もいらない。じゃあ、よじ登り上げていくしかないのか。で、ここは、ファイアーアームズ。で、ここが、神話学？うん。神話学上げてきましょう。はい。そして呪文。何を覚えますか？あ、もう、一箇所しか覚えられないんだ。ここがいっぱい余ってるね。アスフィジェーション。デッドリーポイズンじゃない？スティンクボムもいいけれど、まあ、デッドリーポイズンかな。はい、これいこう。さて、回復作業は、少しやりましょうか。じゃあ回復作業やっておきます。はい、では続けていきましょう。ここは何もないと。で、ここから新しいマップに入って、なんか見えてきましたが、断崖絶壁の崖っていう意味だよね、これ。調べなくていいのかな？大丈夫かな？あ、なんか、そうした。ツーヘッドライオン。なんだっけ？名前忘れちゃったな。バンタリ？バンタリかなんかかな。まあ、だとしたら、普通の攻撃しかしてこないはずなので、まあ、バンタリならね、正体がわかんないのは怖いけど。どうしよう。戦うでいいのかな。で、アポロが呪文で、ブライニングラッシュをやると。目つぶしさえしちゃえば怖くないと思うんだよね。それから、どうしよっかな。そう、チャームとか、パラライズがいいや。こんな感じ。あ、避けられた。パラライズ、麻痺しました。攻撃当たんない。もしかして、バンタリじゃないやつかな。まあ、とりあえず目つぶししたので、全然大丈夫です。直接攻撃。以外の攻撃をしてきたら、まあ、バンタリか。大丈夫だね。じゃあ、普通に攻撃して倒しましょう。技の攻撃。バンタリは目がくらんでいるので、全然怖くないです。
ました。はい、酒吸います。なんだここは。ん？たまにこう表示されない木があったりして迷いやすいね、ここね。山肌の上の方の岩場の裂け目に黄色い花がポツンと一つだけ咲いていた。花にたどり着くには厄介な山登りが必要なようだった。花、いきなり花が出た。取って登る？うん？登れるのここ。登ってみようか。あ、登って取るか。取って登るじゃん。登って取る。で、何が起こったのか。え、君たちは何とか岩場をよじ登って花を取ることができた。アイテム入手した。経験値5000。イエローリオン。誰が持ってたっけ？あ、アイテム。イエローリオン、今ね。これで、イエローリオン、ブルーミシア、ホワイトダリア、3つ見つけたわけだね。もう一回なんかメッセージ出ないか。ここはなんかわけわかんないよね。なんか見た目こんな感じなのに一歩進むとこうね、こっちに木が出てくるんだよね。でバグだよね。バグっていうか、まあプログラムミスというか、うん、本当はここに木が表示されなきゃいけないのに出てこないから迷いやすいよ。とりあえずもうここから先は進めないみたいなので引き返します。ここも。わかりづらい。迷うよ、これ。こっから先は行ってないのか。まだ、時間的に余裕があるので行きましょう。どっちだ？とりあえずこっちに行ってみよっか。なんかあるよ。なんかに遭遇した。ヴァンパイア・バルチャー。これが前回っていうか、まあ、何回か前に、ひどい目にあったやつだから、これ手加減しちゃいけないやつなんだよね。呪文。ブラインディングフラッシュ。どうしようか。そっか、こいつら、首を切るっていうか、なんだっけ、息の根を止める攻撃してくるのが怖いんだよね。それを防ぎようがないもんな。隠れるしかないのか。よしよし、ブラインディングフラッシュはちゃんと効いた。対策さえ取っておけば全然余裕かな。大丈夫っぽいね、これは。あ、ダメージ受けた。よし、もうあとは戦いでいこう。で、どうしよっかな。キッチングスキン。エンジェルズタン。よし。
パラライゼットか。パラライズはパラライズ聞きました。麻痺しました。え、イッチングスキン聞かない。コンフュージョンとか聞きそうだけどね。わあ、なかなか倒れない。残り1体か。しかも麻痺してるから全然余裕だね。戦うようにしちゃおうか。よし、倒した。お、レベルアップするのか？来たね。何が上がるか。パイエティ。パイエティだけ役に立たんな。バイタリティが上がってくれたらちょっと嬉しかったけど。でもヒットポイント10上がりました。まあ、戦士、ファイターのくせにヒットポイントは113しかないっていうのはね、そんなに多くないんだよね。ここは、まあ、ワンドダガー上げてきますか。ここは、よじ登り。よじ登り上げてもよじ登れないんだよね。ここは、神話学。神話学。はい。と、回復作業ちょっとやります。はい、では続けていきます。どうやら新しいエリアに行きそうですよ、なんか。なんかメッセージが出るまで進んでみようか。ゆっくり。この床の色は初めて見る床なので。あら。効果音も初めて聞く効果音ですね。うわ、いっくく。強そうだな。呪文とか使ってくるかな、どうなんだろう。全体攻撃呪文あったっけ？ない。とりあえず戦ってみよう。戦う、蹴る。ゼリースティンガーは、デッドリーエアーが効いてくれたらいいけど、効かなかったら最悪なんだよな。で、ちょっとニュークリアブラストを打って、どれぐらいがいいんだろう。これぐらいかな。いや、これぐらいにしとこう。で、マジックポイントはないな、あんまり。まあ、でも、撃っちゃおう。強めに撃っとこう。どうなるでしょうか。敵の数がめちゃめちゃ多いから、できればこのターンである程度倒しておきたいけど、アポロの攻撃が効くかどうかだよね。ニュークリアブラストはめちゃめちゃ効いております。
デッドリーエア。ああ、効かない。無駄打ちになってしまった。あらららららら。これはやばいですよ。イシスの、あ、でもいける。これいける。イシス強めに打っといてよかった。いけるいける。あ、でも怖がる。まあでも、まだどれぐらい強さかわかんないんだよな。あ、でも全部同じぐらいのヒットポイントなのかな。全部倒しちゃうから。まあ敵の正体がよくわかんないうちは、強めの呪文でね、ガンガン行った方がいいので。これはこれでいいんだけど。お、全部倒したかな？モンスターを撃退した。ちょっと回復作業します。はい、では行きます。ここはちょっとね、進んでいきますか。あ、洞窟の入り口へ立ち止まり、君たちは中の様子を伺った。そう遠くないところから、何かの音が聞こえてきた。それは水が勢いよく流れているような音だった。その音の反響の具合からすると、洞窟はそれほど深いものではなさそうだった。まあ、来ちゃったけど、一旦引き返そう。まあ、深いものではないってことは、おそらく行っても大丈夫なんだろうなと思うけど、まあ、一応ね、もう一個通路があったんだよ、確かね。こっかな？この先まで行ってないので、こっちも一応確認してね。ああ、いっぱいあるな。ロックリザード。こいつはどうやって封じるんだっけ？ブラインディングフラッシュで防げるかな。あ、プレイヤーダメージ受けた。ブラインディングフラッシュ効かない。何が効くんだっけ？アイスボールみたいなやつが効くんだっけ？ディープフリーズ？防御、戦う、呪文。コンフュージョンが多分効くんだよね。なので一応コンフュージョンやって。まあ、必要ないだろうけど一応ディープフリーズやって。これでどうですか。ディープフリーズ。あ、倒しちゃった。楽勝。よし、先へ進みましょう。どうしようか、こっちか。あれ、行き止まり。もう行き止まりかどうかよくわからないんだよね、これ。あれ、
個も怪しいな。もうスラスいっぱい出てきた。で、こいつらは、いや、戦ったはいいのか。戦おう。で、動きを封じるべきなんだけれど、ウェビングってやつを防ぎたいんだよね。あれは防ぎようがないのかな。うん。隠れて攻撃がいいのかな。まあ、いや、普通に攻撃。そんで、攻撃呪文を使っていこう。ちょっと強めに打って。さっき失敗したデッドリーエアーも多分効くと思うんだよね、今度はね。ニュークリアブラスト。どうだ。ここは節約かな。使える呪文といったら、待って、ここのグローモスラスに、アイスボール、効くかな？効かないのかな？どうなんだろう。ニュークリアブラスト。ファイヤー系の呪文が、まあ、この辺は結構効くけどね。デッドリーエアーが、あ、石質が麻痺した。デッドリーエアー効いてくれ。効いてる。よし、倒しています。いいよ。いいよ。倒してるよ。ある程度、半壊は行くんじゃないの？いい感じです。さっきの失敗を取り返したね。え、サイヤニックファイヤーが9月に終わった。白熱の力場。そうか、これをどう？白熱の力場？ウェビングは大したことないんだ。ウェビング。これはどうってことないけど。寝ちゃってるな。注文。回復してあげるでしょ。あ、じゃあキュアパラライズか。キュアパラライズ。そしてグロートルナ、どっちがいいのかな。こっちに対、まあ多分どっちも同じなのかな。で、クラッシュ聞いてくれたらいいんだけど。聞いた。よし。あとはノアザが、季節。パラライズでイシス回復。あと一体グローモスラスが残っているので、これは普通に戦っていけるでしょう。よし、倒しました。何もないね。ちょっと回復作業します。
はい、ではさっきのなんか怪しいところ、洞窟みたいなところに行ってみましょう。ここの通路でいいのかな。いいんだね。メッセージ出るところまで。メッセージもう出ないかな。一回出て終わりか。ここまでさっき来たんだよね。で、そんなに深くないっていうから、まあ、とりあえず今回はここまでにして、次回からここを探索してみましょうか。なんと表現したらいいのか、とにかく洞窟です。はい。では今日はここまで。